JR 東海は正社員の35歳モデルで7200円のベースアップを行うと発表しましたベースアップによる賃上げは3年ぶりで7000円を超えるのは30年ぶりの水準ですまた定期昇給を含めた賃上げ額は35歳モデルで月額で12000円で賃上げ率は3.7%になります またボーナスについても今年の夏は前の年より0.5ヶ月増の2.7ヶ月となりました JR 東海は物価高など経営状況も先行きが不透明な部分もあるが今後も社員が一致団結して業務に邁進することを期待し判断したものとコメントしています